こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も雑談をしていきたいと思います。今日も裏表人生録色川武弘さんの本をご紹介したいと思います。運は結局ゼロの章、くどいようだけれどもね、もう少し星感情の話を続けるよ。というのはこの話中途半端でやめちゃうと何にもならないんだ。誰か若い人がそれじゃあ自分も真似してやってみようと思ったとしても、不正確にやると底なしに不正確になってしまって、結局はわがままな星感情になる。それじゃあやらない方がいいくらいなんだな。何しろ星といったって仮の記号できちっとした形のあるものじゃないからね。それで今考え直してみたんだが、勝ち星とか負け星とかいう言い方はあまりいい表現じゃないのかもしれないな。昔の言葉の家福、災いと幸せはあざなえる、より合わす縄のごとし、家福はあざなえる縄のごとしって言葉があるんですね。幸せと災いは、まあ、交互に来るってことですね。あの、家とか福という字の方がぴったり来るかもしれない。今、いいことが一つあった。果たして、これは果たして実力に応じたものだったか、それとも運不運の問題だったか。または実力と運がどの程度に混ざり合っていたか、それを確かめたい。誰だって正確な判断なんてものはなかなかできやしないから、ここのところでは大雑把でいいんだけれども、大雑把であってもできるだけ大筋を間違わないように。この星勘定は実力でどうしたということよりも、運の部分をどのくらい消費したかということに重点があるんだ。運の制御、コントロールが目的なんだから。で、まず自分の現在の実力がどの程度のものか意識しておく必要があるね。それも細密にすることはないが、実力は不動のものじゃないから、その時々の自分の状態の中で判断しなければならないね。まあ、慣れるとそれほど苦にならずに自分を客観し、外から眺めることができるようになるよ。10代という年齢はそういう自意識を鍛える時期でもあるんだね。こうして運、不運というのは実力以外のすべての要素だ。これもぼんやりした言い方だが、手広く考えておいた方が手のひらからこぼれ落ちないからね。認識というやつは細部まできちんとしていなければならない時があるけれども、大掴みな正確さが大事という時もあるんだということです。星勘定ってなんですね。で、星勘定っていうのは、大体9勝6敗ぐらいでいつもいる人が実力があるんだってことですね。で、9勝6敗ぐらいの人を、1勝14敗にするのは難しいってことですね、お相撲さんでも。で、大体ある程度の段階までいくと9勝6敗できる人だけ集まってくると。そうするとこの人たちの中で運っていうものが重要になってくると。ということは、9勝6敗がやっぱりスタートラインだってことですね。スタートラインっていうか、まあ、プロなんだったら9勝6敗だと。で、ここから運の部分をどのくらい消費して制御できるかっていうのは、ある程度の、まあ、プロになって、それで食べていくとか、そういうことにかかってくる問題になると、まあ重要だってことですね。まあ普通だとサラリーマンでその役職ついて課長以上になるとか部長以上になると9勝6敗の人だということなんだと思うんですね。ある程度アベレージの能力が高くなってる人ですね。で、その上で運があると。それ以上行って取締役になれるとか社長になれるっていうのは運なわけですね。多分その官僚の人たちも40ぐらいから出世のが分かれていくと。差がついてくるわけですね、昇進に。で、差がついていく中で、それはもう実力の世界じゃなくなってくるってことですね。実力的には多分もう採用の時点である程度揃ってるんですけども、まあマラソンでは先頭集団10人がいて、まあ30キロぐらいまで走ってきて、そっから先は実力だけで戦ってるのかって問題ですね。運もあるってことですね。で、この運のコントロールができる人が、あんまりあの勝負で勝っていくと。いうことですね。実力だけで勝ち抜いてるわけじゃないってことですね、みんなね。だからその、実力と運がどの程度のものなのか客観的に見た方がいいってこと言ってるんですね。だから運というのは実力以外の全ての要素だと。
せっかく出世してたのになんか急に病気するとかですよ。ふとなんか奥さん殴っちゃって捕まっちゃうとかですね。あると思うんですね、結構ね。で、そういうことやっちゃうと、結局、もう出世、それ以上出世できないとか、なんかどっかで止まっちゃうっていうケースが、まあ、あると。いうことですね。で、続きです。そうして運というのは実力以外の全ての要素だ。これもぼんやりした言い方だが、手広く考えていた方が手のひらからこぼれ落ちないからね。認識というやつは細部まできちんと知っていなければならない時もあるんだけれども、大掴みな正確さが大事という時もあるんだ。さて、ここに実力の一生と幸運の一生とか2つ並んでいるとする。実力の一生は勝ちとしては硬いけれども、運を使わずに済んだと考えることもできる。幸運の一生はもちろん運を甚だしく消費している。反対に実力負け、不運負けの時もそうだね。実力で負けた場合、負けは負けだが運を消費していないね。不運負けというのは運を消費していないように見えるが、この場合は運に乗れるかもしれないのに、何かの理由でちぐはぐになったのかもしれない。すると場合によっては使うべき運を使おうとしなかったということかもしれない。そうならば、やはり運は流れている。この辺を点検する必要がある。そうして星勘定全体をこの目で一渡り見渡して、運の部分を独立させた星勘定を作っておかないといけない。そうでないと後で引っ掛け転売に振り込むよ。ということです。ちょっと私、麻雀やんないんでどういうことかわかんないんですけど、引っ掛け転売っていうのがですね。とりあえず、運の一生、実力の一生と運の一生があると言うと、実力の一生だと運を使ってないんですね。だけど、幸運で、まぐれで勝っちゃうっていうのは運を消費してると。いうことです。で、実力負けっていうのは運を消費してないで負けた場合だと。で、不運の負けっていうのは、乗れるべき運に乗れずに負けてしまったと。いうことですね。で、まあ、麻雀とかやってりゃ、まあ、ポーカーでも何でもいいんですけど、まあ、配られた手札がたまたまいいとか、あるわけですよ。で、それがずっと続いていくと、やっぱり運がある人にはいい手札が毎回回ってくるってことが起こるってことですね。で、こういう人たちはやっぱり実力もあると。実力もあって、運を使わないように、ここぞという勝負の時に運の流れが自分に傾くように、コントロールしてるってことですね、状況をね。で、これがすごい難しいこと言ってるんですけども、よく自己啓発で、人の悪口を言わない方がいいですよとかありますよね。あれもまあ運のコントロールだと思うんですよ。別に悪口言っても実力があって 活躍してる人はいますよ。おそらく性格が悪くたってね。ただ、そんなに実力がない人の場合は、最大限運を味方につけなきゃいけないと。そうすると、どっかで悪口言って人に伝わって嫌われるっていうことは、なるべく避けなきゃいけないわけですね。どこで誰が助けてくれて、それが運として戻ってくるか分かんないですから、あらかじめ自分の運を消費するような自滅ミスですね、アンフォースドエラーってテニスとかだと言いますけど、やらなくていいミスをしないってことですよね。ということですよ。まあ、そういうことを普段からやっておくと、まあ、運気が巡ってくるっていうか、まあ、自分の周りの運気の流れっていうのをある程度よくできると、風通しをよくできるようなもんで、なんかこう人に嫌われるようなことやるのは、言ってみりゃ一つ窓を閉めちゃうみたいなもんですよね。窓閉めちゃうと空気が流れなくなっちゃうと。で、よどんでくるってことじゃないですか、空気がね。部屋に10個窓が開いてると。で、相手で常に空気が流れるようにしとけばいいんですけども、自分から塞いじゃうと。塞いだって5つぐらい塞いじゃうと、あとの5つのところからしか気が流れてこないですよね。そうなると、だんだん、やっぱり空気がよどんでくるじゃないですか。で、その空気のよどみっていうのは、月がないとか運がないっていうことに出てきちゃうということですね。窓が5つ、全部開いたら、なんかうなぎの香りとかしてきて、ね、まあお腹減るかもしれないですけど、なんかいい香りがしてくると、鼻のね、香りがしてくるとかですよ。 なんかいい香りがしてくると。だけど、閉まっちゃってると、そんな外から香りも来ないし、だんだん家の中の匂いがこもっちゃうということですね。
で、気持ち悪くなると。でも、換気したくてもできないということですね。だから運をコントロールってするのは、そういうイメージで考えると分かりやすいと思います。で、続きです。なぜ実力と運と大別するか、いささか関連的に思えるだろうが、これはぜひ必要なんだ。実力とは少なくともコンスタントに戦える部分だ。ところが運はコンスタントではないんだ。何もかもうまくいくということはありえない。というのは、この部分だね。そして、運というものは通算占めると結局ゼロなんだ。ゼロというよりも原点と言った方がいいかな。これは分かりにくいだろうね。俺たちにはまだ分析できていない部分のすべてを運と呼んでいるね。すると、これは風向きみたいなもので、一定の時点なら東風が吹いてると分かるが、すぐ西風になるか北風になるか分からない。それで長い間にはどちらの方からも吹いてくる。どちらからでも吹くならゼロみたいなものだな。自分一個で考えてみても、幸運の時がある、不運の時がある。運には定量があるわけじゃない。プラスとマイナスが噛み合って一生通じてみると原点と考えた方がいい。運不運はあるように見えるし、実際瞬間的にはあるんだが、結局はないのと同じことなんだ。他の考え方よりこの考え方の方が俺は実際に即してると思うね。俺たちの一生は、どの人の場合も一つの縁だとする。実力と運とは奇妙に収まって一つの縁になっている。縁の大きさが結果的に違うように見えるのは、本来はプラスマイナスゼロでも、一瞬一瞬はゼロでない運をどう利用し、どう使っていくかということだな。だから、星勘定して運の使い方に対する自分の作戦を立てていく必要があるわけだね。ということです。運っていうのは結局プラスマイナスゼロだと。ただ瞬間瞬間で運を味方につけてるけども、結局はプラスマイナスゼロだと。気圧も地球上全部鳴らせば同じ気圧なんだと思うんですよ。ただ気圧が高い低いができてるから、瞬間瞬間には低気圧が来て大雪降ったり、高気圧が来てカンカンに晴れたりしてますけども、1年通してみればどこの気圧もそんなに大して変わんないということですね。同じ標高のところにいればですよ。ということですね。まあ、1年の天気も通算してみれば雨の方が多いらしいんですけども、まあ、なんとなくでも雨も晴れもどっちも同じぐらいあるような感じじゃないですか。たくさん雨ばっか降ってる、まあ、雨ばっか降ってる地域もあるかもしれないですけども、日本の場合だと、まあ、大体半々ぐらいだということになるそうなんですね。ということです。で、何が言いたいかというと、運っていうのは結局ゼロなんだと。ゼロだけども、瞬間瞬間で見るとそれをうまくコントロールできてるかどうかっていうのは違ってくると。運の強い人と弱い人、運の総数としては同じなんだけど、強く見える人と運が、全く運がないように見える人がいるっていうことになってしまうってことですね。だから最初から運が強い人弱い人がいるわけじゃないと。総量は一緒だってこと言ってるんですね。ここは大切なことだと思うんですね。ただその運気の流れっていうのを自分に有利になるように使える人は結局強運な人に見えるってことですね。で、逆に言えば運が流れてるのに乗れない人ですね。同じようにチャンスはみんなに巡ってるんですけど、チャンスを生かせる人と生かせない人がいるだけの話だっていうことなんですね。で、そのチャンス自体の総量っていうのは別に人によって変わってるわけじゃないんだっていう考え方をしてると。で、それは私たちと一緒は一つの円だとすると、実力と運が奇妙に収まって一つの円になってると。で、円の大きさはみんな一緒だと。だけど結果的に円の大きさが違うのは、一瞬一瞬の、運をどう利用したかで大きく見えたり小さく見えたりするということですね。ということです。ちょっと今日はここまでにします。また続きをお話します。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。